ちなみにそのカイさんも拳の方を痛めてましたけど、その、まあ、堀江さんも拳なんですよ。拳痛めた後の復帰戦とかって、まあ、まだねやられてないのあれですけど、どうですか。ちょっと正直そこは思って、はい、自分の方が確か先に骨折して11月とかですもんね、はいはい、なんでまあその大丈夫なのかなとか、そういうような具合にもあるでしょうけどね、はい、やっぱちょっとメンタル面とかもそうですよね、ちょっと怖さがあるというか、はい、はい、自分ここ殴るのちょっと怖いんで、あ、はい、そういうのはちょっと感じたりしますね。怪我からの復帰という意味では、はい、はい、ありがとうございます。